はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。タマランチン会長様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。NHK がめっちゃ嫌がっているスクランブルでも、2月12日日曜日に開催いたします。詳しい集合場所などは、動画説明欄、もっと見るをクリックしてご覧になってください。スクランブル放送っていう言葉が、世間に知れ渡ることを恐れております。今日コースの下見行ってまいりました。集合場所春の小川コミュニティパーク。春の小川公園じゃダメなのか。なんででも横文字使いたがってね。有名な透明トイレは透明でなくなっておりました。張り紙してあって今透明じゃなくしてありますけれども普通に使えますみたいな張り紙。やっぱ不評だったんでしょうか。ちょっと用足してる間に透明になっちゃったらやだもんね。 NHK 西側と南側を半周いたします。四角い NHK の敷地のうちですね、まあ2辺をかすめるっていうか、舐めるっていうか、集合場所から、春の小川公園から、NHK まではちょっとガラーンとしてんで、皆さん、NHK あたりから、本気出しましょう。NHK あたりから、人の通りも、人通りも多くなっています。ですんで、集合場所から NHK までは、ちょっと力を抜いてですね、スクランブル交差点通ります。世界一の交通量、スクランブル交差点、が終着点近くですね。木曜午後でも相変わらずの人出でありました。私みたいな田舎者は歩きにくいったらねえよね、あんな人いたね。解散場所の宮下公園路地、スクランブル交差点左に曲がってですね、線路の下くぐってですね、まあ50メーターとか100メーターぐらいすぐ左折して解散になります。まあこういうとこなんですけれども、流れ解散となりますので、たまらずに、その場にとどまらずに、お願いいたします。まあ確認した限りでは十分広くてですね、多少溜まってても大丈夫な感じでありますけれども、皆様ご参集のほどよろしくお願いいたします。困難女性支援法の中身をですね、匿名のヘンリーさんって方が解説してくれてました。これ集合地ってやつですか。支援対象は困難を抱える女性と、困難を抱えそうな女性いくらでも支援対象作れますね、これね。困難を抱えそうだなって誰が判断。大体高齢になったらですね、誰でも何らかの困難抱えてるんでは。杖ついてる方とかすごく多いよ。年齢、障害、国籍を問わない。だから高齢になったら何かしらの困難は抱えてんじゃねえか。おかしいだろって話なんですけど、支援金目当てに今すでに何らかの困難を抱えている外国人が多数流入する恐れがある。もしくは何にも困難を抱えてなくても、そういう判断する連中が、高金属どもが困難を抱えそうだなんつっちゃって支援対象を無限に増やせる。特に中国、韓国など日本を伺う敵性国家、通貨敵国、中国は尖閣諸島に、何度も何度も来やがるし、スクランブル発進は 年間365回以上させるし、韓国は竹島から出ていかない不法占拠中の軍事敵国であるし、支援内容に住居の確保も含むですから、まるで生活保護だな。これをですね、困難を抱える恐れがある女性にまで広げたらすごい数が対象になっちゃうんでは。結局はですね、生活保護同然の支援がもっと増えるっちゅうことでは、恐れがあるっつってね、支援をやめる基準が書かれていない。一旦支援始めたら永遠に住居確保を含む支援し続けなければいけないってことなのか。例の村木厚子元厚労省トップが編み出した伴走型支援とかいう概念で、自立を目指さない、飼い殺しする、支援しっぱなしみたいなことを言ってますからね。
こんな欠陥だらけで公金注注し放題の欠陥法律ね。よく自民党は通したな。自民党も注注に噛んでんのかな、無知なのかな、バカなのかな、それともただええかっこしいのだけなのかな、疑問なんですけど、なんで悪用されるような法律ばっか作んのっていう、日本は、作んだっていう、答えなんですけど、日本は超個体である、イコール日本人は皆親族であり、皇室の分家である部族国家である、日本部族国家なので、親戚間の取り決め感覚で性善説の法律作っちゃって、親族でない連中に悪用されるのではないか。これは私のあの持論っていうか、私の説なんで異論は認めます。この法律にあの成功した悪意ある連中が次に狙うのは LGBT 法ですね。意図的にね、あの税金で支援すべき弱者を作り出すスキーム。例えば差別とかされてないのに同和、例えば被害者でも何でもねえのに慰安婦、徴用工、 LGBT、 困難女性、困難を抱えそうな女性、こんなの対象無限大じゃねえの。これに熱心なね、あのバカ総理、LGBT 法にバカあの熱心なバカ総理と自民党だが、他はもっとダメっていうですね、あの立憲とか共産なんて論外だっつうですね、我が帝国の悲劇であります。もう嫌になるな、絶望的になっちゃうなっていう感じですね。バカでずるくて嘘つきで暴力的だから大嫌いなんですけど、私日本共産党、トルコ地震にかこつけた募金を開始いたしました。大きな被害が出ているトルコとシリアにまたがる大地震で緊急支援募金を受け付けます。緊急支援募金を受け付けます。国際機関などに届きます。言わない具体的には言わない。口座番号書いてありまして、共産党災害募金係でトルコシリア地震募金と明記してください。募金は主に次のような活動に使います。宣伝物制作、選挙活動、党事務所運営。なんであの共産党のために使うって書いてあるんですよね、これね。国際機関に届けるってはどこ行っちゃったんだって話。余ったらってことなんか、余ったら、あ、余りはしないんですけどね。ネットの話、詐欺、正直なのは関心だ。これ詐欺じゃないんか、これって特殊詐欺じゃないの。正直なのか嘘つきなのか判断が難しい。東日本大震災の時も同じことやってた連中だぞ。赤い羽かと思ったら赤旗になってる。中抜きどころか全抜き。メディアさんはこういうの叩かないですか。口座番号で調べるとですね、普通に共産党の口座でした。トルコ地震のためっつって口座を区別せんのはどうなんだ。その他災害の募金や共産党の寄付をですね、普通にこれで集めてるんですけど、結局は現地には届かずですね、共産党の懐を潤して逃走資金になるんでしょうね。共産党のあの逃走の相手って我々日本人なんですよね。正直なんだか嘘つきなんだか。トルコ地震緊急支援募金を受け付けます。宣伝物制作、選挙活動、事務所運営に使います。前半が嘘で後半が正直。こんなんでは共産党に募金しちゃうような人、つまり信者しか騙せねえんじゃねえのかな。集めた募金の名目以外の理由はですね、詐欺罪だけどちゃんと逃走資金に当てますって書いてあるのでセーフって、そんなんなるわけないですよね。選挙違反、駐車違反なんかは平気な共産党もですね、執行猶予がない詐欺罪は怖いらしくへたれているという感じなんでしょうか。重大ないじめを見つけたら速やかに警察に通報せよ。文科省が全国に通達を出しました。ネットの話、いいねいいね、30年遅い。重大とか不要、すべてのいじめは速やかに警察に通報するべき。学校や教育委員会は隠蔽に走るから被害者本人が直接警察に通報した方がいいよ。いじめという言葉が悪い。
まあ、ハラスメントは嫌がらせですか、まあ、似た言葉としてですね、校内犯罪は捜査されない、裁かれないのが納得いかない。学校と教育委員会はなかったことにしようとする。ちょっとずつだけど進んでんな。スクールポリスを全学校に配置で、学校内に交番設置しろ。いいアイデアですね。来日したフィンランドの教育関係者、いじめなど存在しない我が国にはあるのは校内犯罪だ、言ったんですね。こちらの画像をご覧ください。それいじめじゃなくて犯罪ですって一覧あるんですけど、まあ、焼きそばパン買ってこいは強要罪、買ってこないとひどい目合いぞ脅迫罪、ちょっと金貸して恐喝罪、プロレスごっこ暴行罪、それで怪我傷害罪、これらを何でもかんでもですね、いじめっつふわっとした言葉に、含めちゃって責任逃れしてきたのが教師と教育委員会と文科省であります。校内犯罪被害者だったら絶対にですね、教師や教育委員会に相談しちゃダメです。隠蔽に走ります。あいつら、いじめが自分の監督してる中で起こると落ち度になる、まあ、そんなシステムも悪いんですけど、これね、いじめを見つけたらご褒美あげるってシステムしないとダメだと思いますけれどもね。暴言は必須なので、まずはですね、こんなこと言われました。心療内科に行きましょう。できれば録音か録画があればベターであります。これは警察の捜査にも必要になります。怪我をしたら、しそうになったら、暴行を受けたら、怪我しないまでも暴行を受けたらですね、ここがまだ痛いんですつって病院に行きましょう。で、病院から警察に通報してもらうと、警察は捜査せざるを得ません。そう決まってるんで。普通の人よりは刑法に詳しいですね、退職警察官を学校に常駐させるのもありありのありですね。これ私、都議選に出ようかなと思ってた時に公約に含んでましたけれども、今は省いておりますけれども、そういう考えは持っております。警官のですね、退職後の雇用にもつながるし、そうするとですね、パチンコ屋の重要性も薄れてくるし、校内の治安も良くなるでしょう。あと、いじめの敵、教師を通さずですね、直接通報もやりやすくなります。常駐元警官がですね、次は録音しとけ、アドバイスしてくれます。まずは病院行け、病院から通報してもらえ。教師は刑法を教育されてないから、所詮はね、犯罪に関してど素人なんですよね。教育学部って法学部と違うからね、まあ犯罪に関してはど素人。学校で行われている不審者対策訓練なんですけど、まあこれさすまたの訓練なんですけど、これ見た武術家がですね、まあ名前忘れましたけども、刃物を持って暴れ回るやつを素人がこんなんできるわけないだろ。さすまたで叩きまくるか突きまくるか、遠くから椅子や机をぶつけまくって動かなくなるまで続けるのが現実的であるって言ってましたよ。これと同様にですね、いじめという名の校内犯罪に対しても刑法にど素人の教師が対応できるわけないだろ。で、シビアに考えるのが寛容かと私は思います。学校内犯罪が捜査されない、裁かれないようになっちゃったのですね、日教組、全教組なんかの赤教師、パヨ教師のせいであります。学校は聖域なんてしちゃって、隠すの、隠すは隠すわ。でね、まあ京大の学生寮なんかパヨの巣窟みたいになっちゃったりしてましたよね。昭和の遺物としてまだ残ってるみたいですけれども、パヨ教師がですね、全て自分らの管轄内に手出させねえ警察には、警察敵対視してますからね、あいつらパヨは、革命目指してるからね。そのせいでいじめで自殺しちゃったような中学生とか高校生が痛ましくて仕方ありませんよ。私がパヨを憎むのも、こういうですね、理由も中にはありますね。一部分ですね、バカで嘘つきで、頭悪い、ずるいからパヨが嫌い、これも含める。パヨ教師のせいでいじめで
亡くなった小さい子供がいっぱいいるかと思うと本当に、やりきれません。私が生きてる間に共産党パイを滅ぼしたいと思っております。というわけで2月12日 NHK スクランブルでも、ご参集よろしくお願いいたします。